ライ級岩永ゆいか VS 優楽。本日の第3試合です。フライ級52キロ3分3ラウンドの一戦です。青コーナーが再起戦になります優楽、そして赤コーナーが急遽の参戦岩永ゆいかの一戦です。この試合も解説は元ライズスーパーフェザー級暫定王者の和馬さん、そしてライズバンタム級4位の大森龍之介選手です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。いや今回は本田七香選手の計量失敗で、男気参戦岩永ゆいかというところですが、和馬さん、はい、いや急遽の参戦、これは本当に、ね、気持ちが入ってますよね。まあ、岩永ゆいか選手、いきなり、ね、名古屋から緊急参戦ということで、また、ね、今回49キロ契約だったんですけど、本田七香選手の試合で52キロ契約ということで了承した、ね、由良選手も男気ありますし、これは男気トーナメント決勝戦、女子決定戦ということで、はい、いや両選手拍手ですね。これ気合入ってるっていうところですね、はい、いやとにかくこの急遽の参戦ということになりましたが、大森選手やはりこう残な部分もありましたけども、こういう気持ちに応えたいというところもありますよね。いやそうですね、ユラ選手もめちゃくちゃ気合入ってる顔してるんで、めっちゃ楽しみですよ。あいいステップ見ながら、いいおたけびを上げてスタートしていきました。まあ、特徴的には岩永ゆいか選手は横蹴りですね、ダイナミックな横蹴りと、はい、あと前相手が入ってきたら膝蹴りがめちゃめちゃ強い選手です。フルコンタクト空手仕込みという岩永です。はい、で対してユラ選手なんですけど、空手上がりでガツガツ前に出て、削る戦いが好きですね。得意ですね。後半にかけて非常にエンジンかかってくる選手だと思ってます。ゴールドのコスチュームがユラ、そしてブルーのトランクスコスチュームが岩永ゆいか、この両選手の対戦ということになります。160センチの岩永とユラが159センチ、今のが最大の武器ですね、ゆいか選手の。いやただ大森選手、ユラもどんどん前に出てきますね。そうですね、爆発力あるファイターなんで、リングキックでもめちゃくちゃいい試合してたんで、今のこの距離からドンと飛び込んでワンツーとかで入っていくのがユラ選手のスタイルですね。目つといいますか、このなんか表情が引き締まってますもんね。はい、ユラ選手としては横蹴りをかいくぐっていかにパンチにつなげられるか、中に入っていけるかというのが勝負のポイントだと思ってます。はい、いやこの辺りで岩永の足技、あっと左から入っていく、上下に打ち上げていく、サウスポースタイルのユラです。そうですね、今外側取りながら入っていったじゃないですか、あれうまいですよね。あれでしっかり距離潰しつつパンチにつなげる、非常にうまかったと思います。今の入りは足技をかいくぐって中に入れるかというユラです。やっぱ選手もまだスピードに慣れてないんで、しっかりブロッキングしながら膝とかで対応していきたいですね。あいいですね、横蹴りです。ただこの接近戦、あっとお互いにパンチを当てていく。台湾の試合だと逆にゆいか選手パンチで倒してるんですよ、はいはい、なんで得意の横蹴りプラスやっぱ最近パンチも良くなってきてるんで、そこも一つ見ものだと思いますね今回。カズマさん、こう大石チームもどんどんと若い選手出てきますよね。大石チームみんな強いんですよね、やっぱ強いところにはやっぱ強い選手が育つということで、はい、やっぱ大石チームは本当すごいなと思います、選手目線からしても、いやそして結構こうジム自体でこう海外行って戦ったりっていうところで選手としてもいい経験になってますよね。いやなりますね、やっぱいろんな経験と刺激を入れることでやっぱ強くなると思って。今回は急遽の参戦となっている岩永に対して前を出ていくのはユラです。少しスイッチするような構えを見せていきました、ユラ。いいですね、あのボディ。ここは距離を詰めてパンチを振るっていくのはユラです。ユラ選手はここで逃がさないようにどん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 削っていった方がいいですね、離さないで、はい、そうですね、あのクリンチとかもさせないように戦っていけばもっと良くなると思います。大森選手、ユラとしては接近戦を演じていきたいわけですか。そうですね、接近戦から飛び込みのワンツーやったりストレートをどんどん打っていきたいんですけど、前蹴りがなんせ厄介なんで入りづらいと思いますね。第1ラウンドが終了しました。本日の第3試合です。カード変更になりまして、岩永ゆいか対空の、失礼、ユラの、フライ級3分3ラウンドの一戦ということになります。さあ改めて急遽の参戦ということになった岩永ゆいか、大石チーム所属のこの第1ラウンドということになりましたが、改めて和馬さんどうですか。そうですね、まあ、ゆいか選手は緊急参戦ということで、僕的にはもっとゆいか選手やるのかなっていう感じですね。やっぱ仕上がりはやっぱ
試合この試合にかけて頑張ってきた由良選手、仕上がりやっぱいいんで、やっぱ試合のために頑張ってきた成果が出てるのが、ここの違いが出てるのかなというのは思いますね。そして、セコンドには大崎和樹、さらには、こちらには、コウキ選手もいらっしゃるということで、心強いですよね。誰ですかこのセコンドなんで後ろにコウキおんねんお疲れる。ここはよっけりで入っていきました岩永です。ちょっとギア上げてきましたね。ですね、この横蹴り非常に力があります。岩永です。やっぱ先進力があるから、あの横蹴りもらいながらも潰していってるんですよね、由良選手が。これもらいながらもどんどん前に出ていきます、うん、伸びきる前にこう距離潰してるから潰されちゃってるんですよ、横蹴りが。前足上げながら入っていって潰しますね。めっちゃいいです。はい、でもいい膝ですね。ですあの膝がやっぱ武器なんで。距離を潰しての接近戦、膝をお互いに出していきます。ブルーのコスチュームが岩永、そしてゴールドのコスチュームが由良です。ただおっと、ここは由良も蹴りを出していきました。やっぱあの由良選手もあのフルコン上がり、空手上がりなんで、ああいった空手仕込みの横蹴りとかっていうのはかなり対応できるんですよ。そういう戦いになってるわけですね。そうですね、まあ、嫌がってる雰囲気もないですし、逆に慣れてるなっていうふうに思いますね。空手上がりという由良とフルコンタクト出身の岩永です。今ちょっと右フック効きましたね。効いてるんですよ。動きが止まりました。腹まで繋ぎたいです。腹まで。ただ大森選手、由良も上下にしっかり打ち分けてますからね。そうですね、めっちゃ冷静やと思いますね、ここもしっかり腹を打って、ボディ連打連打、ボディを狙っていく由良です。やっぱり印象もいいですよね、ああやって集中で当てていくと。岩永少し動きが止まったか。赤コーナーに相手を追い詰めて打撃を入れていこうという由良です。由良選手としてはあそこ相手よりも先に膝をバン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 当てていかないと、どん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 ボディもらっちゃうんで、はい、加藤さん、岩永としては少し距離を取って戦いたい、戦いたいんですけど、やっぱ由良選手の対応がうまいですよね、はい、あの横蹴り打たせないようにあの前足上げて対処してますし、あ今みたいな感じであれで横蹴りが流れちゃってるんですよ、若干当たって、爪に当たって。あ、膝を出していきます岩永です。ただ後ろに下がらない由良、激しい打ち合いになっている。空気の感染の岩永に対して由良、入り際の膝に対し膝と右のストレートを分けるのがめっちゃ当たってるんで、ユイカ選手はもっと右膝と右のストレートを分けながら当てていきたいですね。いや、ただ大森選手、この女子の戦いですけどすごい打撃になってますね。めちゃくちゃ気持ち強いですね、そんな打ち合いへんですよ。上下に打ち上げていくのに対して右ストレートを打ち込んでいきました。岩永です。残り時間が第2ラウンドになりました。ユイカ選手もこれ昨日の今日でこんだけできるのもすごいですよ、逆に。そうですよね、こんな動けないですよ普通。多分昨日は名古屋にいたんでしょうね。多分いたと思います ね、 ですね、はい、普通に遊んでたんでしょうね。いや本当そうだと思いますよ。いや、多分イオンとか行ってたんやろうな。逆にこれだけ動けるのがすごいなと思いますね。改めてこちらが第2ラウンドですけれども、カズマさんいかがですか。いや、そうですね、まあ、由良選手非常にうまい戦いしてたんじゃないかな。やっぱ強さどん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 前進力が生きた試合になってきてるんで、はい、3ラウンドもこのままいけばもっともっと優勢に戦えると思います。そして大森選手はいかがでしょうか。いや、でもあの3ラウンド目も多分ほぼほぼ同じ展開にはなると思うんですけど、由良選手がどうにかして今の大森君抜かれてますよ。そして放送席前後でも何か無言の戦いが繰り広げられていると。ほんまね、めっちゃ性格悪いんでこいつ。一瞬の待って何良くなってないですか。いや、僕みんな選手大好きなんでね、みんなリスペクトです。さあ、第3回目が上がっていますが、一気に前に出てきたのは由良です。もうゴンが鳴ると同時に加藤さん前に出てきましたね。そうですね、やっぱ、まあ、後半にかけてやっぱ強みはあそこのフィジカルだったり精神力なんで。いやー、ただ第3ラウンドも激しい打ち合いになりますね。あー、いいですね。蹴りを出していく。どんどん横蹴り出してめっちゃいいですね。岩永蹴りを出していきます。いや、ただ接近戦、自分のフィールドに相手を引きずり込んでいく
ック由良、あの空手仕込みのローキックですよね。あのロー痛いですよ。あの上から下に突き刺すような、爪の硬い部分ですよね、深い部分で蹴ってるんでめちゃめちゃ重いんですよね。骨の硬い部分で打ってるんで、あれは距離がなくても結構痛いですね。いや、効きますよ。ドサンと軽く見えますけど、やっぱ当て方次第でめちゃめちゃ効くんで、あの蹴り方は、はい、さあサウスポースタイルの由良に対してオーソドックススタイルの今永、リングの中央どんどんと前に出てきて相手を追い込んでいこうという由良に対して今永蹴りを出していきます。取って自分の蹴りの距離を作っていった岩永に対して由良がどんどん前に出ていく。そして左ストレート、いや由良選手強い、膝を出していくのは岩永です。鬼のようですね本当に。動きは止まっているんですが、その中でこのローキック、あの押し込みですよね、移動させないであの体密着させてるんで、あそこのロープから逃げられないですよね、由香選手が。直近の試合は今年の1月に綾香に敗れて連勝が止まりました由良。いやただパンチで応戦していきます岩永です。何が上手いかといったら、やっぱ逃げさせないように完全に密着させてるんですよね、はいはい、あれで逃がさないように両手であれしてるじゃないですか、抱え込みながら。いや上手いな、これも絶対に相手を逃していかないっていう由良の戦い方ですかね。そうですね、上手いと思います。残り時間が1分を切ってきました。植木選手は、まあ、きついと思うんですけど、ここ先行で先行で蹴ってきたですね、外してもいいんで、はい、そう、あ、ナイス、先行で蹴っていけば、ね、はい、待っちゃうとやっぱ距離詰まっちゃうんで、こうなってくるとやっぱ由良選手のパワーの方が上だと思うんで。大森選手ただ1ラウンドから打ち合ってかなりスタミナ的には苦しい時間帯ですよね。そうですね、由香選手やっぱ準備期間がないのかかわらずここまで打ち合えるのはほんますごいと思います。今も右膝めっちゃいいんで、あのままずっと右膝打ってストレートと分けたら倒せるチャンスは全然あると思います。まだ距離を潰してくる由良、ダイソン打ってしまった由良、岩永がここで相手を押し込んでいく、左膝を入れていく。いや一瞬で大森選手こっちましたね。いや手上げてもうたんですよほんまに、はい、ただ左ストレートは力が残っている。いやいい試合、最後にここで第3ラウンド終了です。由良選手ただ気持ちで耐えましたね、耐えましたね、はい、ロープでめっちゃ効いてたと思いますよ今の。あれ大森選手ダウンでもおかしくないような感じでしたね。いや全然スタンディング取られてもおかしくないぐらい効いてましたね、うん、はい、これかな膝ウォーメン、いやこの膝、いやでもよく手つかなかった、はい、これ手ついてたらもう確実にダウンなんですけど、よく耐えましたね由良選手。うわ、ただ最後の最後、いや由香選手見せてくれましたねですね。いや加藤さん本当にあの膝良かったですからね。いや良かったですね、終始やっぱ右膝いいの入ってたんで。29対29ドロー、まずはドロー。ジャッジ永瀬29対29ドロー、ジャッジ大沢29対29ドロー、よってこの試合がドローとなります。両選手の判定になりました。ただ大森選手気持ちのこもったいい試合でしたね。いやそうですね、めちゃくちゃいい試合でした。で由香選手なんですけど、あの普段普通サウスポーと試合するときって、はい、1ヶ月ぐらいからスパーリングパートナー用意してしっかり準備するもんなんですけど、あのこの1日であのここまでの試合ができるって普段すごい練習してるのが伝わりますね。いや勝間さん男気見ました。いや本当ですね、いや両方とも優勝です。はい、ということで本日の第3試合、岩永優香対由良の試合ドローという結果になりました。